こんにちは、ラプラスと申します。今回は VBA を使ってカタールワールドカップの組み合わせ抽選会のシミュレーションを作ってみました。これが実際のツールになります。 FIFA ランクに沿ってポット分けをしてあります。出場国についてまだ決まってないんですけれども、 FIFA ランクが上位の国が出場を決めたということにして、現状は組んであります。その結果はこちら。ヨーロッパについては、グループ1で突破した国が、ここの10カ国。南米については現在上位4カ国のこの4カ国。北中米については上位3カ国。アフリカについてはまだ組み合わせが決まってないんですけれども、上位5カ国と下位5カ国の対戦になるので、FIFA ランク上位5カ国が直接対決で勝ったという前提で、この5カ国が出場したということで想定しています。アジアについては開催国のカタールと A 組の1位2位のイラン韓国、 B 組の1位2位サウジアラビア日本が出場を決めたということにしています。プレーオフに関しても同様で、 FIFA ランクは上位の国が勝つという想定で組んでいきます。南米の5位対アジアの5位についてはペルー対オーストラリアになって、ペルーの方が FIFA ランクが高いのでペルーの勝ち。北中米4位のパナマとオセアニア1位のニュージーランドもパナマの方がFIFAランクが高いのでパナマの勝ち。欧州プレーオフも同様にFIFAランクが上の国が勝つという前提で考えていきます。スコットランド対ウクライナがウクライナの勝利、ウェールズ対オーストリアがウェールズの勝利、決勝がウェールズ対ウクライナになって、こちらがウェールズの方がFIFAランクが高いのでウェールズの勝ちという考えていきます。 B 組 C 組も同様に考えていきまして、B 組はスウェーデンが出場決定、 C 組はイタリアが出場決定ということで、32カ国を揃えています。では実際にドローをやっていきたいと思います。まず最初にこのパラメータセットっていうところを押すと、まあ、ランダムにパラメータがセットされます。でここのポットから一つ選んでいくんですけれども、まずポット1からやっていくということで、このドロー実行ボタンを押して引いていくということになります。まずグループ A にカタールが来るのは決まっているので、最初にカタールが来ます。グループを A に配置しますという表示が出ますので入れていきます。で次を引いていきます。グループ B に入る国、アルゼンチン、グループ B に入ります。で次スペイン、グループ C に入ります。次行きます。ブラジル、グループ D に入ります。次グループ E、 ベルギーがグループ E に入ります。次グループ F、 イングランド、グループ F に入ります。では次フランスはグループ G に入ります。で最後のグループ H にイタリアが入るということになります。ドローが終了しました。ポット1の抽選結果はこのようになります。では続きましてポット2を引いていきます。ここからは同じ大陸が一緒にならないとかいろいろな制限が出てきます。まずヨーロッパ以外の大陸は、同じ組に入ってはいけないので、もしそれを引いてしまった場合は、隣の組にスライドしていくという抽選になります。またヨーロッパの国が3カ国入ってもいけないので、その辺も注意して引いていく必要があります。では実際に引いていきましょう。グループ A、 コロンビア、カタールとコロンビアがグループ A ということになります。配置します。では次グループ B、スイス、アルゼンチン、スイスが同組ということになります。では次グループ C、 デンマーク、スペイン、デンマークが同じ組になります。では次引きます。メキシコ、ブラジル、メキシコが同じ組ということになります。では次オランダ、オランダがグループ E、 ベルギーとオランダが同組、ベネルクス対決ということになります。
やグループ F。 アメリカはグループ F に入ります。イングランドとアメリカが同じ組です。では次、クロアチア。クロアチアがグループ G に入ります。フランスとクロアチアが同じ組ということで、前回の決勝と同じ顔合わせということになります。で最後グループ H に、ドイツが入るということになりまして、イタリアとドイツが同じ組っていうのはちょっと嫌ですね。ここはグループ H が死の組になりそうな予感がしていますね。ということでドローが終了しましたということで、ポット2までの抽選結果がこのようになっております。ここまで見るとやっぱりグループ H が嫌だなという感じで、あとグループ E のベルギー、オランダもちょっと嫌ですね。やっぱりオランダやドイツがポット2に入ってくると、そこが死の組になってしまうかなという感じです。とグループ D のブラジル、メキシコもちょっと強いから、ここも引きたくないなっていう感じがしますね。以上グループ2の、抽選結果ということです。では続きまして、日本も所属するポット3の抽選に移っていきます。ただ今回ポット4にヨーロッパの国が一つもありませんので、グループ A のカタール、コロンビアのところと、グループ D のブラジル、メキシコのところに絶対にヨーロッパの国が入らなければいけないということになります。なのでヨーロッパ以外の国を A、D で引いてしまったら、次にスライドしていくということになります。でグループ C と E と G、H、 ここはもうすでにヨーロッパの国は2つ入っていますので、ここでヨーロッパの国を引いてしまったら、その場合もスライドしていくということになります。では実際にドローをやっていきます。グループ A、 セネガル。セネガルはヨーロッパじゃないのでグループ A には入れませんので、入れません。グループ B に入ります。アルゼンチン、スイス、セネガルというのがグループ B になります。では次引きます。グループ A、スウェーデン。ヨーロッパの国なのでグループ A に入ります。カタール、コロンビア、スウェーデンという抽選結果で、まあカタールにとってはちょっと嫌な相手が来てしまったのかなという感じですかね。コロンビア、スウェーデンはどちらも侮れないと思います。ではグループ C、 セルビア。スペイン、デンマークで既にヨーロッパが2つ埋まっているので、グループ C にセルビアは入れません。なのでグループ D にセルビアが入ることになります。ブラジル、メキシコ、セルビアという組になります。ここもちょっとレベルが高い国かなと、組ですね。では次グループ C ですね。改めて引きます。モロッコ、スペイン、デンマーク、モロッコという組になります。グループ C にモロッコが入ります。スペイン、デンマーク、モロッコがグループ C。では次グループ E、 ペルー。グループ E に入ります。ベルギー、オランダ、ペルーっていうのはちょっと嫌ですね。でここで残ってるのがウェールズ、イラン、日本なんですけれども、ウェールズが G と H には入れないので、もう F、 ウェールズが確定です。なので日本とイランが GH に入ってしまうということで、日本が H に入ってしまう可能性があるというところで、 H に入るのはちょっと嫌ですよね。では引いていきます。グループ F、 ここはウェールズが確定しています。イランが入れないのでグループ G、 グループ F に入れないのでグループ G にイランが入るということで、日本がグループ H 確定してしまいましたね。本番の抽選じゃなくてよかったなという感じで、グループ F にウェールズが入り、グループ H に日本が入ると、このような組み合わせ。第3ポット終了。イタリア、ドイツ、日本は引きたくないところで、本当に本番じゃなくてよかったなというところですね。あとは E のベルギー、オランダ、ペルーとか、D のブラジル、メキシコ、セルビアもちょっとレベルが高いなという
そういう組み分けになりましたね。というところで、ポットさんが以上にて終了となります。では最後にポット4を引いていきます。ポット4についても、ヨーロッパ以外の大陸は同じ組に入らないと。そういうルールで引いていきたいと思います。では、グループ A、引きます。サウジアラビア。サウジアラビアは、もうグループ A はカタールが入っているので、サウジは A に入れません。なので、サウジアラビアはグループ B に入ります。アルゼンチン、スイス、セネガル、サウジアラビアというのはグループ B になります。では次、改めてグループ A。パナマ。ここは入れます。カタール、コロンビア、スウェーデン、パナマというのはグループ A になります。まあ、カタールにとっても厳しい国だけど、チャンスはあるといったような組み合わせですね、グループ A は。はい、では次、グループ C 引いていきます。ナイジェリア。ここはすでにモロッコが入っているので、グループ C にナイジェリアは入れません。で、グループ D にナイジェリアが入ることになります。ブラジル、メキシコ、セルビア、ナイジェリアというのはグループ D になります。ここもレベルが高い国ですね。大陸も微妙にちゃんと分かれてるっていうのが、バランスの取れた組ではあるけど、全体的にレベルが高いというのはグループ D になりました。で、ちょっと残りを見ていきますけれども、韓国がまずグループ G には入れないというのは決まっています。アフリカ、チュニジア、アルジェリアがグループ C には入れなくて、カナダはどこにでも入れる。で、エクアドルは、カナダはグループ F に入れないですね。アメリカがいるので。と、エクアドルが、南米は大丈夫なので、エクアドルは、ペルーのグループ E には入れないですね。そういったところにちょっと気をつけながら引いていく必要があります。では、グループ C 引いていきます。韓国、入れます。グループ C。スペイン、デンマーク、モロッコ、韓国ですね。ここは比較的に楽な国、組み合わせですかね。まあ、スペイン一強な感じはしますけれども、2位はデンマーク、モロッコ、韓国、どこにもチャンスがあるかなという感じがします。では、グループ E。チュニジア。ベルギー、オランダ、ペルー、チュニジアなんで、矛盾しないので入ります。チュニジアはグループ E。ベルギー、オランダ、ペルー、チュニジアということで、チュニジアだけ力がちょっと劣るかなというのはグループ E ですね。で、残るはアルゼンチン、カナダ、アルジェリア、カナダ、エクアドル。F にカナダが入れない。というところだけですかね。それを気をつけて、グループ F 引いていきます。アルジェリア。ここは入ります。イングランド、アメリカ、ウェールズ、アルジェリアという組になります。では、グループ G。エクアドル。フランス、クロアチア、イラン、エクアドルという組になります。ここは比較的楽な組かなという気がします。で、最後 H にカナダが入ってくる。イタリア、ドイツ、日本、カナダというのがグループ H で、これはちょっと厳しすぎる組み合わせになってしまいましたね、日本としては。まあ、こういう組み合わせもあり得るということで、まあ、以上シミュレーション結果の1回目ということで、もう1回ぐらいやっていきたいと思います。で、まあ、クリアを押せば、リセットできますので、これで、ポット1に直して、パラメータセットというところでやり直せるので、値を変えて、もう一度、ポット1から引いていきたいと思います。
はい、では抽選シミュレーション2回目、ポット1から引いていきます。まずグループ A にカタールが入ります。グループ B がベルギー、で次グループ C がアルゼンチン、で次グループ D がブラジル、で次グループ E がイングランド、グループ F がスペイン、グループ G がイタリア、グループ H がフランスということになります。でポット1が終了。では次ポット2を引いていきます。グループ A、 オランダ、グループ A に入ります。オランダ、ドイツがやっぱカタールのグループ A に入ってくれればバランスが取れるっていう感じになってますね。グループ B、 コロンビア、ベルギー、コロンビアの組になります。グループ C、 ドイツ、グループ C に入ります。ドイツ、アルゼンチンはレベルが高い組ですね。やっぱドイツが入ってしまうともすばらしの組っていうのが今度のワールドカップになりそうですね。ではグループ D、 スイス、ブラジル、スイスがグループ D、 これはドイツワールドカップでもブラジル、スイスが同じ組でしたね。目新しさはないかなという感じがします。ではグループ E、 デンマーク、イングランド、デンマークがグループ E で同じ組ということになります。グループ F、 クロアチア、スペイン、クロアチアが同じ組ということになります。グループ G、 メキシコ、イタリア、メキシコが同じ組になります。でグループ H にアメリカが入ります。で以上がグループ2、ポット2ですね。オランダがカタールの組に行ってくれたので比較的バランスが取れたいい組み合わせになっている気がします。はい、ではポット3を引いていきます。シミュレーションとはいえ先ほど日本はちょっと死の組に入っちゃったので今回はもう C のアルゼンチン、ドイツのところには入りたくないなという感じですね。ではグループ A から引いていきます。グループ A、 日本はカタールの組には入れないのでグループ B に日本が入るということになります。ベルギー、クロアチア、ベルギー、コロンビア、日本、前回戦った国と同じ組ですね。ちょっと厳しい組に入っちゃったなっていう感じですね、今回も。はい、ではグループ A、もう一回改めて引きます。セルビア、ここはグループ A に入ります。カタール、オランダ、セルビアがグループ A になります。では、グループ C、モロッコ、アルゼンチン、ドイツ、モロッコはグループ C ということになります。次、イラン、グループ D、 ブラジル、スイス、イランというのがグループ D になります。では次グループ E、 ペルー、イングランド、デンマーク、ペルーというのがグループ E になります。ここは実力がだいぶ白昼している組だなという印象ですね。で残るがスウェーデン、ウェールズ、セネガルなんですけれども、スウェーデン、ウェールズはグループ F のスペイン、クロアチアのところにはもう入れないので GH のどちらかにスウェーデン、ウェールズが入るっていうことになるので、セネガルがグループ F に入るのが確定ということになります。はい、でセネガル引きましたね。セネガルがグループ F に入ります。でグループ G がスウェーデン、
イタリア、メキシコ、スウェーデンもかなりレベルの高い組み合わせだなって感じがします。じゃあ最後グループ H にウェールズが入って、フランス、アメリカ、ウェールズ。ここもちょっとまあ面白そうな組み合わせになりましたね。以上、ポット3終了ということで、まあ、日本はベルギー、コロンビア、日本なので、レベルは高いんですけれども、ベルギーはポット1の中ではやりやすい相手ではあるので、まあ、まだまだポット4の抽選結果次第では全然チャンスがあるんじゃないかなと思います。あとは、グループ E はイングランド、デンマーク、ペルーで伯仲してて面白そうだなっていうのと、まあ、F のスペイン、クロアチア、セネガルとか、G のイタリア、メキシコ、スウェーデンもちょっとレベルが高いかなという感じですね、この段階では。では、最後にポット4を引いていきたいと思います。では、早速いきましょう。グループ A。サウジアラビア。サウジアラビアは、カタールがいるので A には入れません。で、B にも日本がいるので入れません。サウジアラビアグループ C ということになります。アルゼンチン、ドイツ、モロッコ、サウジアラビアというのがグループ C ということになります。では、再びグループ A。ナイジェリア。で、カタール、オランダ、セルビア、ナイジェリアというのはグループ A になります。ここもカタールがいるので、どうしてもグループ A は実力が落ちがちなんですけれども、オランダ、セルビア、ナイジェリアどこも強いので、結果的にすごい均衡が取れた組になった気がしますね、グループ A は。では次、日本がいるグループ B。エクアドル。エクアドルはコロンビアがいるので、グループ B には入りません。C は埋まっているので入れず、D もブラジルがいるので入れません。E もペルーがいるので入れません。ということで、グループ F までスライドします。エクアドルはグループ F。スペイン、クロアチア、セネガル、エクアドル。これはグループ F になります。ここもなかなかいい組になったなという気がします。では改めて、日本がいるグループ B。カナダ。カナダは入ります。さっき1回目やった時も日本とカナダは同じでしたね。ベルギー、コロンビア、日本、カナダですね。まあ、厳しいは厳しいですけど、全然チャンスはありますね。どの試合も楽しく見れそうだなっていう気がしますね。まあ、ただ、ベルギー、コロンビア前回もやってるので、まあ、ちょっと目新しさがないので、本番こういう組み合わせになったらちょっと、盛り上がりはそんなにかなという気はしますけれども、まあ、突破ということを考えると、そこまで悪くはない組なのかなっていう気がします。で、残るが、チュニジア、アルジェリア、韓国、パナマ。アフリカ2つにアジアと北中米ですね。で、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、パナマが GH には入れないので、もう DE に絶対来るようにならなきゃいけないと。あと、それぐらいですかね。他は矛盾しないので、韓国は D に来ないようにっていうところと、パナマは絶対に D か E に入る。っていう、この2つをちょっと気をつけて、次から引いていく必要があります。では、引き続きグループ D いきます。パナマ。パナマ、ここで引けましたので、ブラジル、スイス、イラン、パナマというのがグループ D になります。ここはちょっと、ブラジル楽勝かなっていう組になりましたね。では、グループ E。チュニジア、イングランド、デンマーク、ペルー、チュニジアという組になります。ここも4カ国どこもチャンスがあるかなっていう、均衡が取れた組かなっていう感じがします。では、グループ G。韓国。
イタリア、メキシコ、スウェーデン、韓国ですね。ここもちょっとレベルが高いですね。韓国はちょっとかわいそうかなっていう感じがしますね。この組は。イタリア、メキシコ、スウェーデン、韓国はちょっと厳しい組だと思います。で、最後、グループ H にアルジェリアが入って、全ドロー終了という、こういう組み合わせになります。まあ、日本はさっき話した通り、ベルギー、コロンビア、日本、カナダ、そんなに悪くはない組み合わせだと思います。で、グループ C もアルゼンチン、ドイツが入ったんですけど、ポット3、4のモロッコ、サウジアラビアはそこまで力は強くないかなという感じなので、まあ、ここはアルゼンチン、ドイツの2強かなと。で、グループ D はブラジルが結構楽勝。で、グループ E はどこにでもチャンスあり。F のスペイン、クロアチア、セネガル、エクアドルは、まあ、スペインが抜け出していますけれども、どこもチャンスありと。グループ G、イタリア、メキシコ、スウェーデン、韓国はちょっとレベルが高くて、グループ A のフランス、アメリカ、ウェールズ、アルジェリアもちょっと、まあ、均衡が取れてて、レベルが高くて面白そうな組だなっていう感じがしますね。はい、というわけで、2回分ですね、シミュレーションやってみました。まあ、あとは、出場国が全部確定したら、もう一回改めてやってみたいなと思います。それとまあ、コードも、書いたんですけれども、まあ、全然レベルの高いコードではないんですけれども、まあ、コードの中身だったり、ツールの解説だったりとかも、次回やっていけたらなと思っていますので、よろしくお願いします。